スーパーツイーターとは、超高音域を専門的に再生するのに特化したツイーターのことである。製品にもよるが、およそ 10kHz から 200kHz 程度までの帯域を再生できる。スーパーツイーターとも言う。サブウーファーが超低域を再生するためのスピーカーであるのと同様に、スーパーツイーターは超高域を再生するためのスピーカー。 製品としてのスピーカーユニットにあらかじめ取り付けられた状態のものと既存のスピーカーの上に後付けするタイプの製品がある。ユニットの形状としては主にドーム型、リボン型、リーフ型、フィルム型などがある。通常 20kHz を超える超高周波の音域は人間にとってはほとんど不可調音域であり、純粋なサイン波としてこの音域を発生させてもほとんどの人は 音として聞き取ることができない。また、個人差、あるいは加齢による、耳の能力の限界によって、それよりさらに低い音域であっても聞き取れない場合がある。しかしながら、この音域には、本来含まれている、音の倍音成分が含まれており、超高音域の音を含んだ音はそれを含まない、音よりも聞き心地が良い、温かみがある、ノイズが抑えられている、細かい音がより、 シャープネスクリアネスになる等のメリットがあると主張する者も,もいる。音の良し悪しについては個人の思考の問題だが少なくとも人間が聞き取ることのできないとされる帯域の音であっても聞いている人間に影響を与えることは実験によって確かめられている超高音域も収録可能な次世代 CD 企画としてスーパーオーディオ CD や DVD オーディオ、そして ビデオ企画として、ブルーレイディスクや HDDVD 等が登場し、これらに含まれる超高音域を再生できるスピーカーユニットとして、スーパーツイーターが注目されるようになった。そして、元よりカットされず超高音域が収録されているアナログレコードの方が 20kHz 以上をカットされた音楽 CD よりも高音質であるとなおさらの指示を得ることも招いた。 が搭載されており、スーパーツイーターにより、より効果を実感できる。スーパーオーディオ CD、DVD オーディオの普及は、ほとんどしていないため、これらに収録されるようなハイサンプリング周波数での、録音や音声収録は、ネットによるダウンロード販売が始まって、ようやく普及の兆しを見せている。しかし、その普及し始めた2012年頃には、まだダウンロードされた。 ハイレゾ音源も再生できるデジタルオーディオプレイヤーが少なく PC オーディオ環境を整えてパソコンのある環境でしか楽しめなかった。またその頃にはスーパーオーディオ CD や DVD オーディオ等のソフトは大半がクラシックやジャズ等の一部ジャンルに隔たっていることやハイサンプリング収録の BD ビデオも一部でしかないためハイレゾ音源の普及は未だに二の足を踏んでいる。 状態である。近年、スマートフォン普及に乗じて、ポータブルアンプと高音質なイヤホンヘッドフォンのブーム、そこに付随し高音質な、ポータブルデジタルオーディオプレイヤーも、各社から発売。PC 環境においては、配列を対応の据え置き DAC はもちろん、ユスピタックも多彩な機種が、流通、さらにブームも一巡したと思われる、ポータブルアンプの DAC としての流用や、 ネットワークプレイヤーが各社から販売され、環境も徐々に改善を見せている。ソフトについても、スーパーオーディオ CD や DVD オーディオは普及しなかったが、MQA CD の登場や、ハイブリッド SA CD の見直しも見られる。実際、前述の通り、ハイパーソニックエフェクトが身体的、音質的にも効果があるとの報告もあり、スーパーツイーターの必要性はあると主張する。 オーディオマニアは少なくない。最近のスピーカーではツイーターにある程度の超高音域を再生できるものが多くなってきており、前述の後付けのタイプの製品は少なくなっている。以上のようにツイーターに含まれる場合も含めるとスーパーツイーター自体が活用される場は限られてしまっている。また、オーディオのポータブル化が進んだ現在、コンポーネントとしてのスピーカー自体は 所有台数は年々下がっているため、今後は高音質を特徴とするワイヤレススピーカーや AI スピーカーの一部に広い高域を持ったツイッターユニットが搭載されると思われる。よって現状販売されている製品の多くはハイレゾ対応を謳っており、買い替えが進むにつれハイレゾ再生自体は普及していくと思う、割れるが、 真の超高音域やスーパーツイーターについてはハイパーソニックエフェクトで言及のある音以外の効果、そのブームでも来ない限り、このまま縮小していくと考えられる。ありがとうございます。